はいこんにちはポップです EFFECT CHANNEL 3月31日水曜日本日も先進国通貨クロス円の解説から始めてきます順番はいつも通り米ドル円から始めましてユーロ円、ポンド円、そしてゴードル円の順番で解説をしてきますのでよろしければ最後までご視聴ください昨日から今日にかけての為替相場は大幅に円安方向に進み 株式相場の方はね、若干上値が重い中、マイナス圏で推移するものの、相関なくね、クロス円の方は円安方向に傾いているというところでございます。これはね、期末、四半期末と月末のね、フローの関係があろうかと思いますが、ちょっとこういったところね、株式相場との相関が崩れておりますので、まずはね、世界の株価、振り返りながら、今後のね、見通し、トレードポイントについて解説をしていきましょう。 はいいこちら世界のの株価のサイトでございますまずは昨日のニューヨークマーケットダウ平均は前日比マイナス104ドル終値で3万3000飛び66ドルということで0.31%わずかな下落で1日の取引を終えましたそして本日の東京マーケット日経平均は前日比マイナス253円 終わり値で29,178円ということでこちらもややねダウよりか大きめの0.86%の下落ということで1日そして3月末の取引をね終えたというところでございますこのような形でね株式相場マイナスに推移しておりまして通常であればねクロス円ドル円を除いたクロス円の方は円高方向に傾くはずですが大幅に今は円安方向に進んでいる これはね、月末フローでいつもの株式相場との相関がずれているというところでね、これは今日の24時、ロンフィクまでね、変わっていくんじゃないかな、続いていくんじゃないかなというところでございます。そしてアメリカの長期金利ですね、こちらは1.73%ということで、大きな変動はございませんが、引き続き高値圏そして長期金利は伸びていないものの、ドルの方はね、 とうとう111円に近づいてきました。今は110円90戦隊ということでね、えー、こちらの方、円安が大幅に進んでいるというところでございます。えー、ちょっとね株式相場と長期金利とのね相関が為替とは結びついていないというところでございますが、えー、真剣にねチャートを見ながら今後のトレードポイントね解説していきますんで、ドル円の方から見ていきましょう。はい、えー、まずはねこちら、米ドル円の15分足 1> 約一日の時間軸のチャートをご覧ください昨日の動画解説のタイミングでは110円をね少し超えたあたりの水準でございましたが その後、欧州時間の初動に関しては、若干円安方向で110円25銭から110円50銭の手前、こういったところでレンジ相場が続いていたというところでね、これはニューヨークマーケットもしっかりということで、あまり大きな動きがニューヨークマーケットではなかったというところでございます。ただ、本日の東京マーケットオープンしまして、日経平均が下がるものの110円50銭をね、中根のところで抜けてきますと、 その後も大きく伸びまして、5番にかけては、さらにこちらでレンジを上げまして、111円の近くまで上がってきたということでね、この流れは今日のロンフィクの24時ぐらいまでは円安方向が続くんじゃないかというような状況でございます。ということであれば、しっかりと押し目を狙ってね、60分足ベースでデイトレのタイミングを測っていきたいというところでございます。こちらはね、1週間の時間軸でございますが、 まあひたすらね、こちら108円50銭付近から移動平均線が右肩上がりそして、ね、一部分で移動平均線を割り込む場面があったんですが最終的にはね、全戻ししまして基本的には移動平均線の上側に平均足が出ているそしてことごとく移動平均線付近もしくはその上側でですね陰線から陽線に平均足をチェンジしながらですね 上上を切り上げていいったととうことで今後もこのような形で24時までは押し目を、ね、しっかり拾ってロングを作っていくというような型宴会でよろしいかと思います。ということであれば、ね、今は移動平均線が110円50銭この辺りまで上がってきますので今要線が続いている平均足の方が一旦、ね、調整のために陰線が出まして移動平均線及び110円50銭 この上側で陰線から陽線に転換する、いわゆるサポートが入った場合ですね。えー、過去を見ていただいても、移動平均線の上側で陰、ね、線から陽線に切り替わっております。まあ、一部ね、えー、ちょっと覗いてというところでございますが、まあ、このようなタイミングでね、えー、しっかりと押し目をつけたところでロングを取っていく。 えー、このような考え方を24時ぐらいまでは持っていただいてよろしいんじゃないかというところでございますので、ちょっとね、この15時から17時の間、えー、まあ、酬時間ではノイズが入る可能性がありますが、えー、しっかりね、下げるところがあって、17時以降ですね、えー、こちらの方がまた要線に切り替わったところがあれば、ロングを取っていく、えー。このような考え方でよろしいかなと思いますので、えー、皆さんの相場感と照らし合わせて参考にしていただければと思います。 はいえー、以上でね、米ドル円の解説を終わりまして、続いてユーロ円の解説に移っていきましょう。はいえー、ユーロ円の方も、ね、円安方向に傾いておりますが、まあ、ドルに比べれば、えー、まだまだね、おとなしい値動きというところでございます。まずは右側のチャート15分足ですね、えー。こちらが1日の時間軸でございますが、昨日の動画解説のタイミングでは129円50銭。 こちらの、ね、レジスタンスを受けていまして、一旦はその129円50銭、ここで欧州時間は跳ね返されるものの、えー、ロンフィクが終わった後ですねロンドンフィキシングが終わった後には少し反発が入りまして、 なんといってもやっぱりね、東京マーケットのオープンから一気に円安方向に傾いたということでね、まあ、えー、今日はね、えー、3月末、そして四半期末のね最終取引日ということで一気にユーロ買いが入ったということで、今までのレジスタンスラインでありました129円50銭ですね。えー、60分足でも、えー、その下側でもね、レジスタンスが入っておりましたが、一気に上抜けてきた。そして129円50銭の上側でサポートが入るということで、今までのレジスタンスラインが サポートラインに切り替わって、えー、高値を、ね、更新してきたというところで、えー、130円間近というところまで上がってきた状況でございます、えー、こちら、えー、60分足、ね、1週間の時間軸をご覧いただきましても、えー、今までは、ねえー、先週の前半部分に関しては、えー、129円を、ね、超えることができなかった状況から、えー、週の後半から移動、えー、129円を上回りますと 今までのレジスタンスラインがサポートラインとして機能しまして129円でサポートそして徐々に下値を切り上げながら昨日の129円25銭ですねこういったところでサポートを受けて最終的には移動平均線をぐんと、ね、上回ってきた今は平均足と移動平均線が乖離をしておりますが 基本的には、もうレンジをね、129円50銭を抜けておりますし、移動平均線の方も右肩上がりということであれば、129円50銭よりか上側、かつ右肩上がりの移動平均線の上側で押し目をつけたタイミング。 えこちら陰線から陽線に平均足が切り替わったタイミングが今お話した129円50銭そして移動平均線の上側でサポートが入ればロングが取れるかなということで、まあ、その場合は130円ぐらいまでロングを握りしめて利確を狙っていただくというような考え方でデイトレはよろしいんじゃないかというところでございますので参考にしてください、はいえー、以上で、ね、ユーロ円の解説を終わりまして続いてポンド円の解説に移っていきましょう はいえー、ポンドに関してもね、えー、とうとう152円を上抜けてきたということでね、えー、今までのレジスタンスラインでありました152円、えー、とうとう上抜けてきた、えー、強い動きをしている形でございます。昨日の動画解説のタイミングでは15、151円50銭あたりで、えーまあ、サポートが入るかどうかという展開でございました。一旦欧州時間の初動ではですね、えー、その勢いで152円に近づく場面があるものの、 欧州時間の後半からニューヨーク時間の前半は一旦はね全戻しということで再度151円50銭を割り込んでしまったというところでございますただニューヨークマーケットの後半ではね再度151円50銭に戻りつつそして何といってもね東京マーケットオープンで円が非常に売られたということで152円 こちらね、一旦レジスタンスを食らうものの、再度ね、こちら上抜けまして、今は152円の上側でサポートを明確に受けることができるかどうかという考え方でございます。そしてね、60分足ご覧いただきますと、今までね邪魔をしておりました152円、こちらをね上回ってきた4時間足で見てみましても、 152円ね、一旦超えたところがありますが、その時はね、サポート入らず下がってしまった形でございますが、まあ、3回目の正直というところでしょうかね、再度152円を。 上がってきたとというこちらの方もこれから移動平均線が右肩上がりそして152円の、まあ、ちょっと下ぐらいでもいいですけどサポートが、まあ、過去が、ね、レジスタンスラインがありましたのでそういったところでサポートが入るかどうかという形になっておりますのでこれから152円付近で少し値固めをする可能性がありますがこちらの方も24時までは 移動平均線の上側かつ152円付近でね陰線から陽線に切り替わるタイミングが平均足で出てくれば。 ロングが取れるかなという形で考えていただければと思いますのでこちらの方も合わせてロング方向で見ていただければと思いますので展開が変わるとしたら24時のロンフィック行こうと考えておりますのでそれまではおしめ買いという形で望んでいただければということを考えておりますので皆さんの相場感と合わせて参考にしてくださいはい以上でねポンド円の解説を終わりまして最後に5ドル円の解説で締めていきましょう はい、えー、5ドルもね、えー、非常に強い動きをしまして、えー、こちらがね、直近の、えー、高値付近であります、えー、84円25銭に到達したというところでございます。えー、昨日の動画解説のタイミングも、えー、高い位置にありまして、まあ、84円を抜けてね、えー、84円でサポートを受けることができるかどうかという展開でございましたが、 えー、欧州時間の後半からニューヨークマーケット始まった初動に関してはちょっとね84円を下回ってしまいまして、えー、上がろうとしたときに、えー、下がってきた移動平均線でレジスタンスを食らってしまって一旦は83円75銭まで下がってしまったということでございます。 そしてニューヨークマーケットの、ね、終わりのところ、反発らしい反発は入らなかったんですが、やはり東京マーケットのオープンですね。このところで一気に吹き上げまして、一旦跳ね返された84円を上回るような強い上昇。まあ、これは、ね、期末の円売りというところが出ておりますが、日経平均とは連動せずに、こちらの方は、ね、日経平均下げながらも円安方向に傾いていったというところでございます。 そしてこちら84円25銭ですね。一旦レジスタンスがあったところを上回ったんですが、少しね、調整をして、再度またね、84円と84円25銭の間に戻ってきたというところでございますが、ここはね、やはり押し目のロングを狙っていくタイミングかなというところでございます。60分足で1週間の時間軸ご覧いただきますと、 昨日の段階ではね、今までのレジスタンスラインでありました84円付近ですね、こういったところをサポートを受けることができなくて、移動平均線及び84円を割り込んでしまったというところでございますが、ここのところね、再度また84円を上回ってきたということで、今、陰線が2本目が出ておりますが、 ちょうど移動平均線及び84円の上側にありますので、その上側ですね、84円の上側で、この陰線が陽線に切り替わるタイミングがあれば、ロングが取れるんじゃないかと。逆にですね、陰線が続いてしまったら、こちら移動平均線の方は横ばいになっておりますので、まあ、この84円を挟みながら、プラスマイナス25ピプスぐらいのレンジ相場。 えー、このような形になろうかと思いますんでね、えー、84円の上側で陰線から要線でロングそして84円を陰線が割り込んでしまった場合は、えー、83.75付近でのサポートを待つというような展開になろうかと思いますのでちょっとね、えー、84円の上側でこの陰線が要線に切り替わるかどうかというところをね確認しながらもし要線が出てきた場合にはロングを取って 高値を更新するというところをね、理確のタイミングにしていただければと思いますので、これも24時までですね、ロンドンフィキシングのところまでは、引き続き強い展開が予想されるというところを考えておりますので、参考にしていただければと思います。はい、以上でね、今回の先進国通貨クロス円の解説を以上といたします。 本日も YouTube ライブを21時からやっていきますので最新の相場感を共有されたい方そしてご質問ある方お時間ある方ねご参加いただければよろしいかと思いますそれでは本日もね3月もお仕事とトレードお疲れ様でございましたまたお時間ある方21時からの YouTube ライブでお会いしましょうバイバイ